み中性の平均打球速度 170km/NPB ではトップの村上に次ぐ数値。26スイング中、2度の3連発を含む柵越え10発。柵越え数で他の選手が沈黙する中、両翼 100m の球場で放り込み続けた。それでも全体の時は普通に良かった。ただ特打ちの時には良くなかったのでと反省。全体練習後の特打ちで、映像を撮りながら課題に向き合った。トラッキングデータ解析では、打球速度平均170キロを計測した。巨人岡本和に匹敵する数値に、見守った井端監督もものすごく高い。今回、本塁打王を、取れなかったけれど、あれくらい打って当然なのかなと思って見ていたと驚きを隠さなかった。打順は5、6番の出場が想定され、牧、佐藤輝ら主軸候補に割って入る可能性も出てきた。これはえぐいですよ。この前の秋季練習で185キロ出してたな。村上ってそんな速いんだ。やっぱり打球速度は正義なんだよな。村上と万波ってどっちが若いんやっけ？万波が下。とにかくバットを速く振って強いボールを打って効率の良い角度で遠くに飛ばすの、これが令和の野球です。万波は活躍する要素しかないな。やっとパリーグからも若手の長距離砲が出てきそう。よく知らんねんけど打球速度ってそんなに大事なん？そら大事やろ。打球速度130キロ台じゃ絶対ホームランにならんし。万波はガタイからしてパワーあるし、代表練習見てても一人だけメジャーリーガーみたいな体格してるもん。コンタクト能力さえ伴えばな。セリーグの球団ファンからすると万波ってめちゃくちゃ魅力あるけど、当事者ファンからしたら不満あるんか？ハムファン最後の希望になっとる。今年は全く不満ないかな。弱点のボール球スイング率、選球眼も去年まで論外レベルだったのが中の下レベルまで進化したし。万波は練習で185キロ計測したって言ってたな。順調にスケールアップしてるわ。最大値で打球速度190キロいったら大谷翔平。パワーだけなら大谷クラスよ。打球速度速いとシンプルに野手の間ぶち抜きやすくなりそう。と打球速度なんよ。打撃ばかり見られるけど守備のがやばいよ。もうすでに新庄や一郎クラスに見える。去年まではちょいちょいぼかしとったけどかなり上手くなったな。目のトレーナーとドライブラインはとりあえず試した方がええな。トレーナーはもはや予約いっぱいになってそうやけど、万波って性格も良いんだよな。ああ見えて努力家なんだな。お声かはしなさそう。何にせよまず守備良いから打率よりガンガン振って蹴ってやってほしい。パリーグってもはやこいつがナンバーワンスラッガーなんか？レベル落ちすぎやろ。今年はなんか知らんけど本塁打王3回取ったやつがおらんかったからな。サポート侍でバンテリンの真ん中ぶち込んで大谷ヌートバーダルが驚いてたしな。侍ジャパン万波中正、柵越え10発、他のバッターがのけん波0本の中で快音連発。万波以外柵越え0って地味にヤバいやろ。